それではこれより株式会社マキタ代表取締役社長マキタ優様とカマタバーレさぬきクラブマスコットサヌピーによる PK 対決を行います。カマタバーレさぬきファンサポーターの皆さん、ピッチにご注目。それではマキタ様、よろしくお願いいたします。長いボールを入れて競り合い、
セカンドをキープするのは相模原、後ろから打っていったがキーパー正面。もう一度池谷が持ち込む。池谷自ら行った。ビクトルがここはしっかり守ります。さあ相模原はここはしっかり集中していきたいところ。ただここはショートコーナー、中に入れる、速いボール、その後ヘディング合わせていきましたがわずかに及ばず。ここも前線にはブラウノア健信、その手前重松が反転してゴール前、ムレードロップ、シュート、ビクトルよく守った。さあ高木、池谷開いて、面白いところ、森川シュート、ここは決めていきました。先制点はさぬき。森川自身見事なここはシュートでした。高木から池谷、そしてラストパスしっかりと放っていきました森川。素早くそして丁寧なパス回し、フィニッシュし、チャンスを作った相模原。ただここはサヌキ追加点を狙う、高木を狙う、ビクトル正面。ここはミドル狙っていきました高木和正。リング競り合い、振り向いてシュート、カルマのシュートでした。清水が抑えています。手を挙げる川崎、中央、ここは2番の西野が合わせていきました。斉藤がここは前を向く、グラウンダー有利、後ろから打った、ここもしのいだ。このプレー、このグラウンダーのクロス、有利がヒールでのシュート、キーパー清水が左で懸命に伸ばしました。その後も